大阪府立花の文化園は、大阪府河内長野市にある植物園である。林業関係の試験場として、大阪府が保有している10ヘクタールの土地を活用。1990年4月1日から半年間に、わたって、鶴見緑地で開催されていた、国際下と緑の博覧会から、花と人との関わり合いを理解する場所という理念と一部の展示物を引き継いだ上で、花に行こう。 花に学ぶ、花で交流するという基本方針の下に、大阪府が運営する常設の植物園として開園した。ちなみに、開園後には、河内長野市林業総合センター、木根館を敷地の一部に開設。その内外から一般客が無料で見学できるほか、大阪府森林組合の南川地支店は入っている。園内では、 日本をはじめ多くの国で育まれてきた花や植物を季節に応じて栽培していて一年を通じて鑑賞できる。エントランスの目前に広がる装飾花壇やピラミッド状のガラス屋根、屋内噴水装置、カフェを要する大温室が特徴。大温室では寒さに弱い洋蘭などの熱帯植物やサボテンなどの乾燥地帯の植物を栽培している。大温室の外には 花時計が設けられていて、装飾花壇とともに、季節やテーマに応じて、花が植え替えられている。また、石原和幸がデザインを手掛けた、コミュニティガーデン、装飾花壇を一望できる木製の展望デッキ、園芸関係の展覧会などに利用できる、イベントホール、花や植物に関する書籍や雑誌を所蔵する、図書館、レストラン、園芸関連の資材などを扱う。 売店、工芸、園芸、調理関連の設備が揃った花の工房、イベント広場、イベントにも利用できる芝生広場、およそ300本の梅の木が植えられた梅園、バラ園などを併設。梅の花が開く毎年2月下旬から1ヶ月間、屋外に設置したこたつから予約、特別料金不要で梅を鑑賞できる、こたつでぬくぬく梅見物が人気で、こたつの台数を 年々増やしている。さらに2012年11月からは開園日の打ち月に1回をコスプレの日に指定。この日に限って園内の更衣室をコスプレイヤーに無料で開放しているほか園内での写真、動画撮影を条件付きで公認している。現在はコスプレの日に加えてペットとして飼育されている犬や猫が飼い主と一緒に入場できる。 犬猫解放デーも月に数日設定している。通常は夜間に関係者以外の入園を認めていないが、園内の桜や紅葉が見頃を迎える時期には、期間や入場できるエリアを限定した上で夜間に園内を無料で開放。2014年度から2016年度までの当期には、通常の入場料とは別の料金を設定した上で、日本イルミネーション協会が、 奥河内イルミナージュというイルミネーションイベントを夜間に開催していた。2021年度の秋、冬季には2020年の初頭から日本国内で蔓延している新型コロナウイルス感染症へ立ち向かうすべての人々への感謝を込めたイベントとして、花文サンクスイルミと称する体験型のイルミネーションイベントを土日曜日の夜間を中心に実施する。そのの運営については、 2011年4月1日から指定管理者制度を導入。同日から2016年3月31日までは財団法人大阪府緑公社。2016年4月1日以降は住友林業緑化と E い,いデザインが共同企業体として指定されている。2020年9月に大阪府直営時代からの開園年数が30年に到達。なお、 開園10周年を迎えた2010年からは花びらをかたどったフルルというマスコットキャラクターを設定。一時はソノの通称にフルルガーデン、売店の通称にフルルガーデンショップを用いていたほか一般客への公開を兼ねて園内でウサギを飼育していた。住友林業緑化と良い,いデザインによる共同運営体制へ移行してからはフルルの優待によって マスコットキャラクターを公式に設けていないが、手書きのうさぎの絵を園内外の掲示物に多用。フルルガーデンという通称も、Facebook 上の公式アカウントや、移行前から園内を拠点に、ボランティア活動を展開している NPO 法人の愛称に名をとどめている。花の文化園について大阪二立花の文化園に、こたつが登場。温かいこたつで、 ゆっくりと梅見物をしてみませんか。一般財団法人大阪府緑校舎プロフィールと遠隔フランス語で花を意味するフラーに英語で一杯を意味するフルを合わせた造語。フルル。ありがとうございます。